ストーンズジェシーと森本慎太郎末図、中身一緒の個人事務所設立スタート者タレント社長続出の必然。7月19日、ストーンズのジェシー28がインスタグラムを更新。個人事務所、株式会社 ZDN ズドンを立ち上げたことを発表した。グループ活動を軸に新しい分野への挑戦も行いたく思います。 新しい楽しいことをたくさんの方々と共有していきたいと考えておりますと綴ったほか、ストーンズのグループ活動の問い合わせはスタートエンターテイメントへという正し書きもあり、ストーンズとしては今後も変わらず活動を続けていくということだ。ジェシーさんは独立するわけではないですよね。グループ活動を軸という一文に安心したファンも多く、同ワードが X、旧ツイッター、 トレンド入りするほどでした。ジェシーさんは俳優業など個人としても幅広く活動していますし、それをより円滑に行いたくて個人事務所を立ち上げたと考えられますよね。さらに X ではこれに関連して、ストーンズのもう一人のメンバーも会社を設立していたという話が流れ、こちらも注目を集めました。ワイドショー関係者。一部ファンの間では、 株式会社 ZDN と同一の住所に森本慎太郎27が代表取締役の株式会社タロズ、タロズもあるという話が拡散されていた。噂通り森本さんも会社を立ち上げています。ZDN と森本さんの会社タロズは会社登記の中身がほぼほぼ一緒であること、設立は森本さんの方が先だったことを考えると、 ジェシーさんが森本さんを参考にしたのかもしれません。二人はファンからスエズの愛称で親しまれている、プライベートでも仲良しな、グループの年少コンビとして有名ですからね。全土 ZDN とタローズは会社の本店住所から始まり、資本金や株の発行済み数なども同じだという。目的欄に記載されている芸能プロダクションの経営。 など計1 4の項目も内容が完全に一致。設立日は違い、設立はタロズが23年12月19日、ZDN が今年1月15日という。個人事務所の設立は、旧ジャニーズの藤島ジュリー傾向前社長も推奨していたと言われていますが、マネジメント体制がスタート社へ移行が決定してからというもの、設立ラッシュが続いていますよね。 スタート社は欧米、ハリウッドで主流のエージェント契約と旧来の専属マネジメント契約のハイブリッドを歌っていますが芸能界の改革者と称される福田敦史社長58は基本的にはエージェント契約を推奨しているとも言われている。ですのでタレントの会社設立ラッシュの動きは必然と言えるかもしれません。全度、例えば スノーマンは少なくとも9人中4人が個人事務所を設立していることが明らかになっている。23年11月に安倍良平、30佐久間大輔32渡辺翔太、31ラウール、21が会社を立ち上げていたことが続々と報じられ、設立ラッシュとして話題に。さらにラウールは今年6月27日にはフランスパリでモデル活動をするため、 現地のプロダクションバナナスモデルズにスタート社と並行して契約したことを発表している。また、旧ジャニーズ時代から株式会社時を、OK、として半分独立していた時を、OK、スタート社体制後に会社を立ち上げた嵐とキングプリンスの3組はスタート社の公式サイトにもグループ名のもとにグループエージェント契約と明記されている。嵐は 四月十日にグループとしては、株式会社嵐の設立を発表。二宮和成十二は旧ジャニーズ時代の二十三年十月、松本潤四十は二十四年五月三十日に独立して、その後、二宮はオフィスにの松本は MJC インコーポレイテッドを設立。個人タレントとしては、スタート者とは一線を引く形になり、公式サイトの アーティスト個人一覧にも名前が載っていない。長瀬二25と高橋と二25によるキングプリンスは今年5月23日にグループで株式会社キングプリンスを設立。共同で代表取締役社長を務めること、スタート社とはグループとしてのエージェント契約のみを結んだことを発表している。長瀬は設立発表時、要は社長さん。 25歳にして、共同の社長さんなんです、とコメントしていた。スタート社の立ち上げに関して、脱、タレントは会社員、という見出しで報じたメディアもありましたが、はい、まさにそうなりつつありますよね。タレント一人一人が個人事業主、個人事務所の社長という意識がスタート社タレント全体に芽生え始めている感じです。ラウールさんのように、 個人の仕事を円滑に進めるべく別事務所とも契約するパターンも出ているし、金プリや嵐のようなグループだけは会社のように、どんどん多様化している。今回のジェシーさんや森本さんだけでなく、スタート者タレントは、そのほとんどが社長になる時代なのではないでしょうか。前出のワイドショー関係者。昨年十二月に福田氏は取材人に対して、スタート社長就任の理由は、 日本の芸能界を近代化させる良いきっかけになるのではないかと考えた、とコメントしていた。今後も、スタート社のタレントでは、個人事務所を立ち上げていく動きが続きそうだ。2021年にジェシーと森本のユニット曲、ラダをリリースした際の、ストリート感あふれるコーデのツーショット。松続きすぎる、年下コンビ大好き歌も良い最高、といった声が多く寄せられている。